ギリシャの経済は、その名目国内総生産が、年間194.851億ドルであり、世界で46番目の規模である。また、購買力陛下では、年間288.245億ドルと、世界で54番目の規模である。2015年時点で、ギリシャは、欧州連合の加盟国28カ国中、第15位の経済規模である。ギリシャは、 一人当たり名目 GDP と一人当たりの購買力陛下では、それぞれ17,988ドル、26,391ドルと、世界で38番目と45番目に位置している。ギリシャは、第三次産業及び、第二次産業が、経済の軸である。第一次産業は、2015年には、 同国の経済生産のうちの3.9%を占めていた。重要なギリシャの産業は観光やギリシャの海運などがある。2013年には1800万人もの国際観光客が訪れたギリシャは欧州連合では7番目に世界では16番目に多くの観光客が訪れた国である。ギリシャには国を発展させる基幹産業が存在せず現在も 外貨獲得の主要産業は観光業である。ギリシャの保有商船は世界最多であり、ギリシャが所有する船舶は2013年時点の全世界の最下重量トン数のうち15%を占めている。ギリシャとアジア間の国際海上輸送需要の増加は海運業界では前例のない投資をもたらした。同国は EU 内における重要な農業生産国である。 ギリシャはバルカン半島では最大の経済規模であり地域の投資国としての役割も重要である。ギリシャは2013年にはアルバニアで最大、ブルガリアでは3番目、ルーマニア及びセルビアでは上位3カ国に入る外国人投資家であり、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国の最大の貿易相手国であり最大の外国人投資家である。 ギリシャの通信会社オ手は、旧ユーゴスラビアや、その他のバルカン諸国における有力な投資家となっている。ギリシャは、高所得な経済、経済協力開発機構と国会、経済協力機構の創設メンバー国であった。同国は1981年に、現、欧州連合に参加した。2001年に、ギリシャは、ドラクマの代わりにユーロを。 1>, 1ユーロあたり340.75ドラクマの為替レートで通貨として採用した。ギリシャは国際通貨基金と世界貿易機関の一員であり、アーンストヤングのグローバル指数2011年において第34位に位置づけた。第二次世界大戦は同国の経済を荒廃させた。戦後の1950年から1980年まで続いた。 高水準の経済成長はギリシャの奇跡と呼ばれてきた。2000年以降ギリシャは2003年の5.8%、2006年の5.7%をピークにユーロ圏の平均を上回る高い水準の GDP、成長率の記録した。その後の大不況と欧州を股にかけた欧州債務危機の主要な焦点であるギリシャ政府債務危機は、 同国の経済を急激に悪化させ、2008年にはマイナス0.3%、2009年にはマイナス4.3%、2010年にはマイナス5.5%、2011年にはマイナス7.3%、2012年にはマイナス7.3%、2013年にはマイナス3.2%の実質 GDP 成長率であった。 2011年には、同国の公的債務は3560億ユーロに達した。民間部門と史上最大の債務再編の交渉を行った後に、ギリシャは2012年の第一四半期に、ソブリン債の負担を2800億ユーロまで減少させた。ギリシャは、景気交代から6年後の2014年に0.7%の 実質 GDP 成長率を達成したが2015年には不況に再び陥った。ギリシャの失業率は2000年から2009年の期間では最悪でも11%で推移していた。EU に財政支援を要請した2010年には12.8%に上昇、その2年後には24.4%にまで悪化してしまう。2014年には 約26.5%となっている。この長期間の高失業率によって未来の経済成長率が低下することが懸念されている。IMF が2010年に発表したギリシャ失業率の予測値は極めて楽観的なものであった。2017年時点の IMF 統計による失業率は21.5%となっている。 IMF が予測したギリシャ失業率現実のギリシャ失業率2014年の一人あたりの名目 GDP は22,317ドルであり世界平均の2倍を超えているバルカン半島の国家の中では経済的に最も豊かな国であり一人あたりの名目 GDP はルーマニアやトルコの2倍以上アルバニアの約5倍であるしかし 西欧先進国のドイツ、フランスといった国の約半分程度の水準である。2014年時のギリシャの実質国内総生産は2008年時の水準の約75%にまで低下している。IMF による予測では2011年まで下げ基調で以降ギリシャ経済は回復に向かうはずだった。この予測は現実と大きくかけ離れた。 IMF は、緊縮財政政策が、ギリシャ経済に与える悪影響を過小評価していたことを認めた。IMF が予測したギリシャ実質 GDP 現実の、ギリシャ実質 GDP オリーブの機能業では、オリーブ、麺、旗箱など商品作物の生産が活発であるが、主食である小麦の生産は、国内受給量を賄うことができない。 2010年のギリシャの綿花生産量は EU 内最大で183、8000トンの生産量であった。また、米の生産量は、銅、第2位の229,5000トン、オリーブの生産量も、銅、第2位の147,5000トンであった。一軸の生産量は、銅第3位の1000トン、スイカは578,4000トンであった。また、 タバコの生産量は同第4位のに2000トンであった。国内総生産に占める農業の割合は3.3%、労働人口の12%を占める。ギリシャは欧州連合の共通農業政策における便益を享受している国の一つである。ギリシャが欧州連合の前身である欧州共同体に参加する際に農業のインフラを整備した結果、 農業生産口は上昇した。2000年から2007年にかけて、ギリシャにおける有機農業の生産口は885%上昇し、欧州連合内で最も高い上昇率であった。ギリシャは地中海とその一部であるエーゲ海、イオニア海に面している。2007年のギリシャの地中海における漁獲生産口は85,493トンで、 あり欧州連合内第3位で約19%を占める。また地中海における漁船保有量は同第1位であり、全体の漁獲生産口は87、46千トンであり、同11位である。工業ではアタン、カッタン、マグネシウム、鉄、ニッケル、防気サイト、原油、天然ガス、石材などの生産が行われている。工業では 一次産品を利用したオリーブ油などの食品化工業や麺を中心にした繊維産業などが盛ん。造船業、製鉄、石油化学工業も発展を遂げている。観光数多くの古代ギリシャ時代や東ローマ帝国時代の遺跡、遺構、エーゲ海の風光明媚な島々などの観光資源も多く、観光も重要な産業となっている。 新型コロナウイルス感染症で2020年から観光に大きな打撃を受けた。COVID-19 ワクチンが出回り始めたことから、ギリシャ政府は2021年、人口1000人以下の島々で住民にワクチンを接種して観光客を迎え入れる青い自由作戦を展開した。こうした島々はメディアにコロナフリー島と呼ばれている。公共部門ギリシャには、 公務員が約100万人より総人口の約10%全労働人口の25%を占めている2011年3月29日にアテネで行われた緊縮財政の反対でも主催者発表では10万人が参加したとされる CDS5 年ものスプレッドの推移ピグズ5カ国の CDS スプレッドの中で ギリシャのスプレッドの拡大が突出しているのがわかる。ちなみにアイスランドは水色。ギリシャとユーロゾーン平均の GDP 対比債務、残高2009年10月、ギリシャにおいて政権交代が行われ、ゲオルギオス・アンドレアス・パパンドレウシン政権下で旧政権が言ってきた財政赤字の隠蔽が明らかになった。従来、ギリシャの財政赤字は、 GDP の4%程度と発表していたが、実際は13%近くに膨らみ、債務残高も国内総生産の113%に上っていた。2010年1月12日、欧州委員会がギリシャの統計上の不備を指摘したことが報道され、ギリシャの財政状況の悪化が表面化。2010年1月15日、財政赤字を 対 GDP 比2.8%以下にするなどとした3カ年財政健全化計画を閣議で発表するが楽観的な経済成長が前提であった。格付け期間は相次いでギリシャ国債の格付けを引き下げ債務不履行の不安からギリシャ国債が暴落した。株価も影響を受け世界各国の平均株価が下落しユーロも多くの通貨との間で下落した。 2010年4月23日にはギリシャが金融支援を要請した。欧州連合ではユーロ圏諸国に対してユーロ経済圏の秩序維持のために記載上限額を制限している。ギリシャはこうしたルールを破ることとなったため欧州各国が協調して問題に取り組むこととなったがドイツなどとの間で足並みの乱れも見られた。欧州ではギリシャのほか。 スペインやポルトガルなども財政赤字の拡大に苦しんでおり、こうした国へ飛び火することも懸念されたためである。IMF、欧州委員会、ECB の3つはトロイカと呼ばれる。2010年からトロイカはギリシャに金融支援を行っている。その中でもドイツの融資割合は最も高い。トロイカは金融支援の条件として、 ギリシャに緊縮財政政策を取るように要求している。2010年4月にユーロスタッドが発表した財政赤字は2009年10月に発表された13%近くではなく13.6%であることが発表された。2010年2月から断続的にストライキ、デモが行われており2月と3月には追加の財政再建策撤回を求めて ギリシャ労働総同盟ギリシャ公務員連合が24時間のゼネラルストライキを行い275万人が参加した。メーデーのデモが行われ、デモ隊と警官隊が衝突、怪我人が出る事態となる。5月5日に行われたデモでは、火炎瓶が銀行に投げ入れられ銀行員に死者が出る事件となった。犯行は無政府主義者とされている。 2011年7月25日、格付け会社ムーディーズはすでに投機的投球にあるギリシャの格付けをさらに3段階引き下げ、従来の開地を CA とした。2011年9月28日、欧州委員会 IMF の3機関で構成される合同調査団はアテネに戻り、ギリシャが デフォルト回避に必要な次回融資を受けるに、ふさわしいかを判断するため、同国政府が最近合意した、新たな緊縮措置やミニエーカ計画の進捗について、綿密に調査する見通しとなった。2011年10月3日、ギリシャ政府が、財政赤字削減目標見立つとなる見通しを、発表したため、欧州金融市場は再び悪化した。これで、ギリシャが、ハード。 デフォルトとなる可能性が高まった。2011年10月12日、ECB のトリシェ総裁は、債務削減合意を遵守すれば、ギリシャはデフォルトを回避できると述べた。10月27日、欧州諸国は、債務危機に対応するために、ギリシャ債務の民間投資家の損失負担を50%と、し、欧州金融安定ファシリティの融資能力を、 拡充するほか、2012年6月30日まで銀行の資本増強を決めたものの、パパンドレウ首相が11月1日に第2次支援策の受け入れについて国民投票を実施すると発言したために、金融市場は再び不安定化、内外での反発が強まった。11月2日にはアンゲラ・メルケル、ニコラサルコジの独仏首脳が、 パパンドレウ首相に対し、支援凍結とユーロ離脱をちらつかせながら、圧力をかけ、事態収拾に動いた。11月4日に国民投票を撤回。翌11月5日には、パパンドレウ内閣の信任投票で、僅差ながらも信任されたものの、大連立交渉に失敗しパパンドレウは首相を辞任。 11月11日、全欧州中央銀行副総裁のルーカス・パパデモスを主犯とする大連立政権が発足した。この時総選挙を2012年に繰り上げ実施することで連立政権内の合意ができていた。2012年5月ギリシャ議会総選挙では財政緊縮反対を掲げる左翼政党が大幅に躍進。連立交渉がまとまらず、 翌月に再選挙が行われることとなった。緊縮財政政策について政党により、賛否がはっきりしているため、一連の選挙結果は、欧州連合による、金融支援を受けるのに不可欠である、財政緊縮を堅持するか否かの動向に直結する、ことから世界より注視されたが、6月の選挙では、財政緊縮支持派の第一党が票を伸ばし、 連立政権の樹立に成功したことで、ようやく事態は沈静化へと向かうこととなった。この一連の経済危機とその対策の不手際により、ギリシャの実質的な国内総生産は2009年から2012年の間に17%減少した。2015年3月、ブラジル出身のパウロ・ノゲイラ・バティスタ、国際通貨基金理事がテレビ出演し、 ギリシャに対する融資がドイツとフランスの銀行を救済する目的だったことを理事たちが承知していた事実を漏らした。4月9日、ギリシャは IMF に4億6200万ユーロを返済した。2015年8月に欧州安定メカニズムが3カ年に及ぶ第3次金融支援を行うことで合意。2017年4月21日、 ギリシャ統計局は2016年の基礎的財政収支が対 GDP 比で3.9%の黒字に改善したと発表した。2015年は2.3%の赤字で EU による第三次支援は0.5%以上の黒字確保を条件としていた。過去の債務残高は3148億ユーロで、 タイ GDP 比は179.0%と2015年の177.4%より悪化した。2017年6月15日、ルクセンブルクで開催されたユーロ建材無償会合にてギリシャに対する85億ユーロの追加融資で合意し、7月に予定される巨額の国際償還の資金を確保し、 ギリシャ発の金融危機が再発する事態は回避された。2018年8月20日、欧州安定メカニズムが、第三次金融支援を予定通り終了させ、追加支援も行わないと発表した。2018年時点の経済規模は、金融危機発生前の2007年と比べ3、4レベルに落ち込んではいるものの、今後は、経済成長が見込まれる。また、 国内総生産に対する公的債務の比率は2018年の188%超をピークに低下していく見通しが立てられている。豊満な財政運営が続いた理由について白井さゆりは以下のように指摘している。身の丈に合わない年金制度社会保障給付費と人件費が利払い後歳出の7割を占める。年金給付水準が 現役時代と大差なく、他の先進諸国と比べて、高いこと並びに、年金受給開始年齢が早く、55歳前後である、こと。政権交代の度に拡大を続けた、大きな政府、王政崩壊後、政権交代があるたびに、公務員としての雇用を増やしてきたこと。脱税文化を持つギリシャ、脱税や、税務署職員の汚職が蔓延しており、 超税能力の低さにつながっている。例えば自営業者は一定水準の所得以下になると無税となることから領収書を発行しない税務署職員に対する賄賂による脱税等である。ギリシャ国民の納税意識については様々な評論家等が言及を行っているが2012年5月国際通貨基金の専務理事が ギリシャ人はみんな税金逃れをしようとしていると発言した際にはギリシャ国民から大きな反発を買っている。ありがとうございます。